こんにちは。フィスコマーケットレポーターの高井です。本日は、ブランディングテクノロジーについてご紹介します。ブランディングテクノロジーは、中小企業を対象としたブランディング支援を行う初の上場企業です。ブランドを軸に、中小企業様のデジタルシフトを担うオビジョンに掲げ、大手広告代理店が参入しない中小企業を対象とした領域で 成長を実現してきました同社はブランド事業デジタルマーケティング事業オフショア関連事業を展開していますこれらの事業を連動させることで中小企業のブランド作りから発信・浸透までを継続的にサポートしていますまずブランド事業では企業の持つ独自のらしさを明確にすることでブランドを作ります ウェブサイト制作などウェブ関連のサービスを通じブランドを継続的に発信・浸透させていきますデジタルマーケティング事業ではインターネット広告代理店業務を行っていますインターネット広告を活用したいと思いつつもノウハウやリソースのない中小企業に向けて同社は広告出稿の支援から運用までをサポートしていますオフショア関連事業では 先日しましたブランド事業やデジタルマーケティング事業からの社内発注と外部顧客からの発注を沖縄や海外の開発拠点で低価格かつ高品質にて受けることができますなお、同社は2020年3月期第2四半期において地方銀行や複数の企業との業務提携を行いました2020年3月期下期から その効果が徐々に出てくることが期待されます以上、ブランディングテクノロジーについてご紹介しました詳しくは、フィスコ企業調査レポートをご覧くださいご視聴ありがとうございました